나를 살리, 난 분해를 던지게 하는 거야. 진짜 막대되네요. 全く言ってない。よう見たら2と3にウロウロするんだ。これどれで出えへんわけやん。露骨なラグを感じるな。最初そうでもなかったけど、僕はさすがに真面目に大体できる気がするな。あ、こんばんは。データが出品レベルで多いかな。
この重さでやるのはきついな。恋に生きる。なんかたまにめっちゃ重いね。ついやってます。あれが空中でガードができてない時点でやべえもんな。ラグは上り直後ができてない。久しぶりにラグダイライラさん、そう考えるとやっぱり日本での対戦は結構軽いんだなって思うな。どこでも対戦相性が悪い人でも結構軽いもんな。マジ無理だなと思うの、このラグ。
今は足払いを投げられるとかさすがにないやろ。感じにできとったんや、足払い。マジあれ分かってんのに空中障害になってないのがやばいよな。ラグがひどくて。意味わからん今のは。さすがマジ何も出へんのがイライラするなこれ。あ、ありがとうございます。やばいもんね今ゴッて出たの。大丈夫これ。マジもうなんかすごい思うよ。今の。なんで今拍手になっとったな。はさすがに審議やろ今のは。
誕生日は、日本で言うところのおとつい、海外だったら昨日とかになるんだな。よし。はい、倒せんかった。は？今のさすがに問題やろ。さすがいいの強キャラ意味不明な判定も次やろ、さすがに。が出えへん。イノセン無理やな、さすがに。今のが危機感になるのはさすがにタイミングおかしくないか。 S5 だとダメなのか。あれ最強やった。マジこの組み合わせ ACPR の時と違ってマジきついねんな。よくやった。
さすがに今はポーランけど。きつい。何よりもラグで音符が避けれるのがきつい。めっちゃいい色してたけど、なんであれ、イノだっけ？なんかめっちゃいい色してない？気のせい。なんか勝ち負けよりも素粒が気になったわ。すごい、なんかめっちゃ綺麗な色してた今。いつもの人のエフェクトってあんな色やったっけ？いらんの投げれるのか、マジか。そうか、さっきのケミカルやねんな。俺てっきりこれないかなんかやと思って危険しようとしたからな。出てねえ。猿でもできてダウンなんとかなるんだろう、これ。安っ。あ、ごめん。今のはすまんかった。多少ラグに慣れてきて技は出るようになってんだけど、せやな。うわー、フォルトなんかあった。あ、やっちゃった。あ、ラッキー。なんだね。2回目が間に合う。
さすがにこれは熱帯でも何でもみたいな。うわやっべ、今のやっちゃった。あ、今のやっちゃった。ならんかった。最強の前へ飛んできた。失敗させて投げた。ボルトだ。こっちが狙っていくのもなんか熱帯ならではのねところで狙い始めてしまったな。ダッシュ完成つけないノーマルジャンプ。立ち回りのジャンプのことかな。あー汚い。それはうわ出んかった。あやっぱりできないな。向こうも若干重そうやな、ね、あ来たね。出ねえ、ね、一切出ねえ。やべえマジ。ダダックキャンで避け角のところで全く出てんよさっきから。イノセンでジャンプで突っ込むのは基本的にないかな。どちらかといったらこっちの方がマシ。
なくてマジでね。あえてしょうもない補正技量始めたと思って、この技量一番必要ないと思う技やからな、あれか。いいの当たんねえんだよな、あれ。キャラ差あるからな、このゲーム。このゲームマジいいのに、駒投げ、空中駒投げつける前にポチョムキンにつけろって思うんやけどな。ポチョムキンにやったまで100歩ぐらい譲れるけど、ポチョムキンないのに他のキャラが持ってるのは意味わからんわ、さすがに。さすがに死ぬか。あ、終わってる。イノセンはジャンプで近づくんやったらテーダピーが一番マシ。これが一番まだイノセンは使える。ラクステ出んかった。ダメだよ。ブリッジマジ出ねえ。でね、この対戦してるときにラグで何